主演菅田将暉、監督岸善光、脚本工藤官九郎のタッグによる映画サンセットサンライズ、2025年1月17日公開のインスパイアソングを今年グリーンから改名したグレー4 N ボーイズが担当することが明らかになり、楽曲シオの使用した予告映像が解禁となった。東北地方福島県で結成されたグレー 4N ボーイズが7年ぶりに映画で姿とタッグを組む。松坂桃李と共にダブル主演した映画奇跡あの日のそびとを2017年公開で、劇中に登場するグリーンボーイズのヒデ役として道や奇跡などグリーンの名曲を披露した姿。それから7年を経て本作では自分の好きを諦めない主人公、新作姿の生き方と大切な人への思いをストレートに歌い上げるグレー 4N ボーイズのサウンドが響き合う。